1>, 1時ぐらいまでだったからさみんなのお昼がって思ったんだけどそうこの時間しかできなくてご飯食べる私もね今ねちょっとさっきまで食べてた今日なんかお腹いっぱいになって残しちゃったちょっと、うん、授業中ですいいの 風紀ですえなんかでもね今ねあのいい感じに晴れてます東北の方なのかななんで45分あの1時からでもまあ良かったんだけど、まあ、私も予定がこの後あるっていうのとあの1時までの休みの方がいるかもしれないと思ってそう。 だったら15分ででもななんかかきるかなみたいなそう思ったの久々にこれさありがとうハローお鍋作ってるの何鍋そう昨日ぶり一蘭食べてきたいいな朝埼玉でいや私う全く気づいてないというかそうなんか自信があったみたいなんですけどヘアアイロンをしてたので <laughs> ヘアアイロンしてて全くわからないというこんにちはマイメロさんありがとう何時までえっとねえっとねえっとねちょっと待ってえっと2時二時ぐらいかな2時ですこんにちはすぐ戻らないとだけど駐車場から見てるありがとうあ仕事頑張ってねありがとうちょっとでもそうなんか いるかなと思って一時からの方が割といるかなと思ったのよ。でしょ一時一時そう一時。一時 <laughs> うりごちゃん夫婦でコロナでは慰めてえー、どうしたの大丈夫？あー大丈夫えー、でもねコロナは本当に私も二回なってるんだけど。 もし熱があるコロナだったら本当にたくさん休んだ方がいいし休みなさいっていうあのねことをね言ってくれてるのよだからたくさん食べれるならご飯を食べてあとねもっ,ちりふもっちり夫婦さん知ってるもっちり夫婦さん YouTube やってる ?YouTube やってるかな私見てるよ YouTube <laughs> ごめんね勝手に見てんだけどありがとうあの カチューシャつけてくれてるのも見たよありがとうねでも本当にあの休んでねたくさんあーちゃんこ鍋いいねみんなちゃんありがとうヨヤさんもありがとうお仕事頑張ってねサインカーだったありがとうこんにちは授業おとなしで見れて嬉しいあっみんなちゃんおとなしだったんだね 頑張ってね来年の特別婚いけないことが発覚して大動きああど,どうしてどうしてどうしてマ菜香ちゃんありがとうあ、そう1時間はするんだけどあのもうお仕事の方が多いかなっていう時間だよね多分そう1時なんかねあみんなの休みの時間が分からなくてなんか 1>, 1時からの方もいると思うんだよお仕事的にねそうでももしかしたら12時から1時の人もいるし1時半からの人もいるかわからないんだけどなんかね今日はこんにちは昨日渚配信してたよ知ってるよちょっと見に行きましたよ こんにちはいやほんとねコロナはあのー、大変なのよレンテンさんありがとう尊いありがとうちょっと待って <laughs> あら鳴らないこんにちは 弊社は自由なタイミングで取れますもんあそうなのいいねいいねじゃあ私のショールームを見に来てくれるってことだね <laughs> 寝るタイミング見失った寝ていいんだよ昨日もさこの時間にやってさ途中で途中で寝てくれたよね全然寝ていいのよそうほんとごめんね45分とか言ってさそう見たのよみんなのやつあのなんで45分りこちゃんめっちゃ刻むっていうツイート見たんだけど そういう理由なんですお仕事あーありがとうえーお仕事終わったのお疲れ様 <laughs> 相対やばいそうなんだよそうそうそう職業によって違うからちょっとなんかそうあのね刻んでみた 刻んでみたんだけどみんなが気づくかなと思ったら思ったよりみんなが刻んだの気づいてくれてユうスケさんありがとうユウタくんもありがとう見てこれ買ったの買ったんだけどサイズ間違えたんだけどちょっと待ってサイズ間違えたんだけど見て買ったかわいいでしょ 学校行かなきゃいけないんだけど遅刻しそうです遅刻はもう10分ぐらいしても大丈夫 <laughs> 10分ぐらいしても大丈夫じゃんバイトだあ頑張ってねこんにちはあリリオトさん昨日なんかツイッター見たよリリオトって呼んでくれたって見たよ可愛かったありがとうこんにちはユウタくんありがとうリコちゃんかわい,いありがとう稲尾くんあれなんだろうねあのアカウントの アイコン戻したんだねゆるてんありがとう弊社読めるよ読めるよそう首え首鳴らしちゃいけないんだ私首結構鳴らすんだよねいい刻みリコちゃんかわいいありがとうゆうななゆうななさんありがとうりこリコちゃんと面接した弊社 いや本当に熱は本当にしんどいのよ熱ってマジで本当にしんどくてあのー、3だから遍熱が低いとさ3 5 ° 35度ぐらいの遍熱だったらさ 37°C とかでもまあしんどいじゃない2度上がると私は 36°C5 分ぐらいだから遍熱が3 8度ぐらいいくと8 5ぐらいいくとちょっとしんどいなっていう。 39度とか本当に動けないから動けないというか体痛いよねめっちゃ今日も仕事お疲れ様そうなんだよなんか今日さいつもにましてさ真ん中で分かれてんの髪の毛がなんかもう後戻りできないんだよねなんか なんか真ん中で分かれちゃって後戻りできないスタイルなのでこれでいきます刻みね刻みネぎやめて <laughs> ねえ私がコメントをくれてるから今頃刻みねぎに気づいた、うん、うんこれはねなんかねちゃんとしたアクセサリー屋さんで買った。 どこだっけ忘れちゃったんだけどこれはちゃんとね買ったのよかわいいでしょこういうなんかごつごつのごつごつのやつが好きでなったの卒婚ン当たって休みにしたら特別公演の日は出勤になってしまって大号泣あそういうことなのえでも,でも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 卒婚大事なので特別公演は 大丈夫お仕事を応援するようにライブするね猫ちゃんこんにちはあわからだカラオケ見たよありがとう全部全部ね歌ってくれてて嬉しかったお仕事戻るねあバイバーイありがとう仕事出てどういう仕事すればいいどういうどういう仕事内容かによるあアクスタねありがとうみんなアクスタ買ってくれてあの前髪ある私の珍しい私がリボンがある衣装を着てるというあの珍しい アクスタ。こんにちはかわい,いありがとうあすかちゃんありがとう4 0度はねえ四4 0はねねいけなんか別にうんでも、うん、無理だね歩けないほぼ歩けないそうでもなんかもう熱出た記憶があんまりない私も最後に熱出たのだからあれだね あの本当だったらやるはずだった10月10日のクラスターですねクラスターを切っちゃいましたからでこれ最近莉子ちゃん気になって来てみましたありがとうあやみちゃんありがとうごめんねなんかちょっと待ってごサごサ結んじゃっかなどうしよういいか断層え絶対いけないわ私だって 全然あれだもんイケメン側じゃないから <laughs> ラグネキえもうほんとごめんねシドさんありがとう虹ださっきかかった虹ありがとうおでこ出すの似合うえみんな似合うから大丈夫よみんな赤ちゃんの時前髪ないでしょ前髪なかったんでしょだから大丈夫よここ前私もマッチングネキデビューしてきたよ デビューデビューとあ私に会ったってことそれともリアルマッチングってあどっちだね嬉しい見た見た見た莉こちゃんは単純な作業を大量にあるの得意そうわ好きかもしんないちょっとはじめまして銭亀さんはじめましてーありがとうセンター分け似合うねおななみちゃん知ってるな のなみちゃん知ってるれいちゃんのお友達かなありがとう2枚も当たってた嬉しいありがとうねもうすぐだね1月の中盤ぐらいうん違う21かえっダでも絶対に合わなくない誕生日まであと1か月えっ今日 16?、はあ、みんなお誕生日まであと1か月ですぴったり1か月 楽しみだね <laughs> 楽しみだねって私がテスト結果が泣きたいので慰めてほしいうーんなんかリアルなこと言うと本当にその時だけなのテスト結果って悔しくなるのでも絶対に次のテストとか来た時にわあの時悩んだなって思う時が絶対に来るから。 全然悪いことなんてあるずっといいことだとさ何かあると怖いじゃん何か起きそうだなって思いながらずっといいとこにいると怖いじゃん絶対絶対何かこうあった方がいいのよそうそう萌え川男装いけそうだよね私も私もいけるかなこんにちは赤ちゃんの時はそうないでしょ前髪ないからみんな似合うんだって前髪なしが。 どっちのマッチングかななんて,言ってねあらじはおやすみなさいありがとう仕事あっゆななちゃんバイバーイありがとうねごめんね本当にあのもうあと15分ぐらいで仕事ですっていう方なんですよねほぼね今ちょうどだからもうすぐ15分ぐらいかライさんこんにちはありがとう こんにちはこんにちはこんにちは初訪問こんにちは1月2日誕生日なのよねわあ 2, 2日か2日かやるかなできたら嬉しいはるかはるかさんね覚えておくねどうしたら認知されますかえ知ってるんですけど、ね、だっていつも見に来てくれてない名前とかたまに変えてるのは知ってるけど わかるよアカウントもわかるよ18歳11ヶ月おめでとうありがとう11 18歳は残り私の人生で1ヶ月私も1ヶ月しか18歳として過ごせないやばいねでもさ普通に思うんだけどさもう自己紹介でさ埼玉県出身18歳藤沢莉子ですが懐いてしまって。 懐くって何 <laughs> 慣れてしまって19歳ですって言えないかもしれないうんゅうと君頑張れ何でも相談してくれ私に莉子ちゃんだよー,ほーありがとうお昼ねーなんかなんか6口ぐらい6口5口ぐらい食べましたよお昼なんかお腹 今日のお昼は、えー、グラタングラタンイーツです。グラタンイーツグラタン食べた。午後もあ頑張ってね。こんにちは。困ってないよ大丈夫よ。クリスマスは病院でナンパした J K と院内でデートです <laughs> あ。あ大丈夫かこれ私喋って。 いいじゃんロマンチックやんけロマンチックちるるんさん何歳なのいいじゃんでもクリスマスに病院でデートするのいいじゃん楽しみなさいそうなんだよね18歳が抜けないんですよねいや違う食べきってないのだからあの グラタン食べきってなくてちょっとお腹いっぱいになっちゃってちょっとお腹いっぱいってなっちゃった誕生日十四日二日あーなナミちゃん誕生日近いの嬉しい一緒だねやヤギ座ヤギ座だよね食べきってないよそんなね巨人みたいなことしないですよ目型の巨人みたいになっちゃって <laughs> あゆさんはじめまして根づくそう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 んそ,んなそうなのかないや本当に永遠に18歳でいたいよねケーキ屋でバイトいいじゃんいろんな人がケーキ屋を求めてるよいろんな人がねおもちちゃんをね必要としてんのよ本当に働いてきれいな野球に貢献しますえ何のお仕事してんの気になる気になる 一生17歳でいたかったうーん多分まだ私は18歳でいたかったって言ってもそれぐらい18歳で人生に満,満足はしてないから満足いったわ今人生最高っていう時でいたいかなずっとまだね世間のことそんな知らないのでね、まあ、まずは大人になってからだね多分26 5ぐららいなったらあれななのかな25でずっといたいとか思うのかなあらさとかそうそう大人っぽいよなありがとうクリスマスはお嫁さんと初めて一緒に過ごしますロマンチックえー、そういう話大好きですよえなんて素敵なの お嫁さんって言い方が素敵じゃない。え、ちょっと楽しんでね。わー、めっちゃ素敵なね。あの、もう。夫婦、水入らずな。時間を。わー、いいね、いいね、みんな。それぞれだね、クリスマスの予定ね。こんにちは。粘るぞ、えー、ごめんね、ありがとう。 寝れる助かる寝てくれ寝てくれウォッチ寝てくれそうグラタンどっか行っちゃった消食なんだよね消食ではない消食ではないんだけどなんかちょっとさっきは、ね、お腹いっぱいだったこんにちはイルメ綺麗だったよあ見たよ歌上手なのねもうびっくりしたとこんにちは 餃子、ね、大好きえ私がさご飯食べに行ってさファンの方が働いてたらさ嬉しいねここ声かけちゃおういやー耳に痛いタンコいや素敵じゃないほんとに初めての初めてお嫁さんと過ごすクリスマスだってだから彼女の時は 一緒彼女っていうあれでは何年も一緒に過ごしたかもしれないけどお嫁さんって呼ぶのでは多分初めてなんでしょうめっちゃいいじゃんこんにちはまたくあありがとう24も25そう24も25もあれですからねあの土日ですからねなんで土日なんだろう2425 混んじゃうじゃんね。仕事やめないで。私くしゃみでそう。あ、授業始まんのね。えー、本当にみんなみんな仕事中とか授業中にバレないようにとか言ってバレたら本当に大変だから。 今アプリで藤沢莉子さんを断層させて藤沢莉子くんにしてみたら韓流イケメンになったし断層いケるをえ,えちょっと送っといてください川村ムーさん送っといてください北海道までライブ北海道の方多くないちょっと私リクファミの方北海道多い。 清掃してえー、もうみんな大好きなプリンじゃんでもクリスマスはみんなが仕事休みって言ったら回らないじゃん店がなくなっちゃうじゃんそうお店を開けてくれてる方がいるからクリスマスは楽しめるんですありがとう <laughs> この中に飲食店をやっている方がいたらありがとうちょうどゆるてんさんが見えてるありがとう 仕事はやめちゃダメよ <laughs> こんにちはそう退職届の名前書訴えられちゃう私こんにちはこんにちはそうそうそうゆっくり見ておりますありがとう送りますありがとう北海道さ行きたいんだけどさ でもやっっっっぱあれだよよねね北海道行行くってたたらちゃんと冬に行った方がいいよ、ね、多分相当相当あったかい格好しないと寒さに慣れてないからなんだろうけどね多分そうだよねこんにちはわー名古屋でライブやりたい名古屋行ったことないんですよあないないない名古屋行ったことなくてほんと行ったことないとこが多すぎるんですけど えー、提供してるのすごいありがとうクリスマスケーキはケーキよりますあいいじゃんいいじゃんいいじゃんいやチャキさんの仕事が気になるあれさっき言ってたあっ言ってないか猫は代わりに仕事してくる <laughs> こんにちは病院ああ病院なのね いや本当に病院の方もね本当にいてくれるから私たちが助かってるんです本当にありがとうございますわあ海鮮丼いいね最近行きたいんだよねそうなんか築地行きたいなーって思って築地築地激安なものとかいろんなものを大量に置いてる店だからみんなクリスマスプレゼント買いに来るいいじゃん 私もよく行くよこういろんなものを売ってるところかわいいよねそういうお店かわいいよコメント追いついてきたでしょうあのちゃんとこう考えてる <laughs> 考えてんのなんかちょっとあのたまにあの遅れてるなって思ったらちょっとペースを上げて読むようにしております あなんて書いてあるの稲くのやつ恋愛恋愛なんとかしたので嫉妬とかないですなんて書いてあるのこんにちは今マイナス7度なの北海道の方今日の最高気温マイナス4度最低気温十1度あっんあっあっ取っちゃった取っちゃった取れちゃった あえ、寒くないえ東京東京東京らへんってみんなどれぐらいなんですかでもなんか晴れてても寒いんですよあのなんか日向に当たるとあったかいんですけどなんか寒いんよだからもうあのやっぱヒートテック着てないと無理だし私なんてあれだからね 寝る時の布団毛布毛布2枚にガチの布団あったか羽毛布団を1枚上からかけてであのベッドカバーっていうんですか引きもあの毛布を引いてるんですよだからガチだからもう2月とか耐えらんないんですけど多分。 マイナス11度ってどれぐらいどれぐらい寒い今送ってくれたのありがとうこんにちはアスレチック勤務ですクリスマスにクリスとかいるいやーいると思うよやっぱりクリスマスは遊ぼうっていう方がいっぱいいると思うよそう私さ結構さあの雪とかさまあ 関東で積もる時は大体1月の後半ぐらいなんだけどそういつも雪が降ったらさもう床が凍るじゃんなんか結構大変なんだけどさ私多分もう5回ぐらい滑ってるんでそう結構痛いんですよ氷って滑ると痛い結構お尻がだから気をつけてね こんにちはももちゃんいる <laughs> あ、いたありがとう、モンカ、ありがとう <laughs> とんでみの靴下に用途のありますようにって髪入れてますとんでみの靴下滑らなくていいよね <laughs> いいよね羽高さんありがとう そうやっぱ海鮮食べたいね海鮮食べたいと思う北海道行きたい北海道を普通に行ってみたい夏も行きたいしあでも夏は私沖縄行ったことないから沖縄行きたいし冬は北海道行ったことないから北海道に行きたいそうどこにどこにも行ったことないからレゴちゃん何ありがとうことみちゃん ありがとう。寒いよね。東京13度。10度。あ、本当に。とにだから、北海道の方からしたら13度なんて多分いけるのよね。そうそうそう。だって、あのー、あれですよ。なんか、こないだ小学生がランドセルーさ、むしょって帰ってたんですよ。半袖短パンでしたよ。いるんですよ、小学校って、学年に1人や2人。 男の子で一年中半ンソ短パンの男の子って絶対いるのね本当に寒さとか感じないんだと思うのでもいいよねすごいなと思った私にはもうそんなことはできないからニコちゃんのサイン会取りましたありがとうあ昆コンブちゃんって知ってるコンブちゃん知ってるありがとうあ仕事頑張ってねちょっと待って あーめっちゃ冷え性なのもう冷え性すぎるの光が当たんなくなってきた桃カちゃん星投げてくれてんのかわいいありがとうあーね本名聞いてなくて本名聞いてないのよ舞ちゃんに LINE すれば教えてくれるかな <laughs> JK とは25歳さえっ待て待て待て計算していい計算してもいいわ藤沢県藤沢県旅行好きだねもうよく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 当てた旅行好きだね毎年旅行行ってましたよ まあまあ兄弟もさ大きくなっちゃったしさ私もそのまあお仕事始めたりとか、まあ、友達と過ごすみたいになっちゃってからは毎年行かな行くなった特もあったけど基本は毎年行ってましたね高校生初の初冬休み高校生初あ最後じゃなくて初はは 難しいね高校生初何もした覚えがないなとりあえずマフラーをつけてプリクラを撮るのは絶対にした方がいいあとイルミネーションのとこで TikTok を撮る <laughs> めっちゃ今時だけど私が高校生今高校生だったらまあ可愛いいと思う高校生は。 なんかそういう感じでなんかよく TikTok で見るしイルミネーションとか見に行くとよくいるのよ高校生が初めてだったらそんな感じかななんか最後だったら旅行とか行ってもいいと思うけどね沖縄そばいいななっちゃんこんにちはあーずさんありがとう 小学生いるよね本当に本当にすごいよね元気ないよそうそうそうこんにちは今来ましたありがとうこんにちはそう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 あなんかそういう子ってねあんね 転んだりしてもね、だから多分泣かないんだよね、そう半袖半パン、半パン。短パンの。あの、男の子って。え、大体。小学校の給食とか好きで。学校のクラスのムードメーカーないんだよ。新潟行ったことあるよー。ご、五千紙、あの、新潟。 そう新潟全然行ったことあるよ新潟のお米も毎日食べておりますし <laughs> そうそう親戚がいるからねあとは海にも入ったしそう結構新潟は行ったことあるよこんにちはこんにちはいやギャルじゃないよ 私がさ高校生の時にさ特に何もしてなかったからさたまりにさティックトックとかで高校生流れてくるとさいや今の高校生はこういうことをしてるんだって思う修、ね、学旅行は行ってないです私はあのー、なかったあのー、私は高校い1年生の1月2月からコロナが始まったから1年生の 12月だから1年生のクリスマスとかはマスクなんてなかったよ全然 TikTok 撮ってそうそうだから制服着てる写真とかでマスクしてない写真ほぼないかな中学校ぐらいだと思う満州の餃子行かないな行ってないな そこにいるのこんにちはウインクウインクなんかさウインクするとさ焦点が合わないえも桃佳桃佳のななみちゃんって高校生の初めて知ったえ高校生の 初めて知っきりてっきり,てっきりあのあれですよてっきり2 0二十歳とか21歳かと,かと思ってましたそうなんですねももかちゃんいるよ今ももかちゃんいるよねあ結構上の方にいるももか今 S 見レンのさ男の人っぽくしたらめっちゃ可愛いげだけど めっちゃゃ気気ににななななるるそれめっちちょっとあのちょっとなんかそれスクショとかできたら送っといてください祖父が新潟のコの・長岡生まれでたまに新潟にお邪魔させてもらってますそう最近はでも全然行けてないんだけどち,ちっちゃい頃は行ってたかなこんにちはまあルーズソックスの高校生とかもう私は今は見る と休憩あ,ありがとうお疲れさま夜店ありがとう自然界さんありがとうそうそう修学旅行っていいよね中学校小学校も修学旅行行ったあれだからあれかな小学校 あれか場所によって違うからあれか中学校は中学2年生の時に京都奈良京都奈良に行きましたよその時に初めてあの京都奈良に行ったでも初めて関西関西に行ったのはそれが多分初めて中学 2年生で京都奈良に行ったのが多分初めてだったと思うんですよで修学旅行が中3の頃にオーストラリアに行ってそっからもう学生らしいことはしてない中学校で終わったのは私の学生生活ってあの本当に高校1年生2年生3年生3年生の最後はニア状になったけど ほんと何もしてないのだから今のそのメンバーの子たちが高校生じゃんそれでこうやってニアジョイとしての活動をしてるのを見るのはまあいいなーと思いますねなんか学生もさ学生もしながらさやなんかアイドルをしてるのがすごくいいなーって思う私はもうアイドル そうほんと20歳超えかと思ってたえそうなんか、ね、違うのなんかほんとそうなのなんかだいいたい,だいたい二21歳誰だ,だっけ私れんりちゃんだっけれんりちゃんもさ21歳かと思ってたんだけどさめちゃめちゃ年下だったのやばいよね同じ舞台あ舞台鑑賞いいよねふみさんありがとう 中学校の修学旅行はテーマパークでいかにかわいいお姉さんと写真を撮るかで同級生と競ってたわ中学生の男の子らしい共通 <laughs> なら行ったそうオーストラリアなんですよオーストラリア行ったんだけどトラリアオーストリアじゃなくてオーストラリアですそうそうだも そうなんですよ本当にトラブルがあってはいけなかったからあの本当ルールを守ってっていう感じこんにちはああそうなので私奈良奈良でさあの鹿鹿いるじゃないですか鹿にあの制服噛まれてなんかなんかこう餌持ってたの鹿にあげる そしたらなんかあのね餌を持ってて前から鹿が来たから私その時ちょっとビビりで鹿に餌をあげるの怖がってたんだけどなんかそれで前から来たから後ろに下がったら後ろにいる鹿と激突して激突したのを多分鹿が怒ったのかなあこいつぶつかってきやがったみたいな感じで多分鹿が思って。 私のスカートを食べ始めたんですよそしたら右ぐらいから来て右,右手に持ってた餌を食べられてそのまま後ろから噛まれてた鹿が私のスカートを引っ張って後ろに転んでみたいなあのほんともう最悪 <laughs> 最悪だったけどそれがあのなんかあるじゃん。 写真撮られるのあるじゃんなんか修学旅行っていうかまあ修学旅行じゃなかったんだけど校外学習って写真撮られるじゃんで撮られてまあなんかこれ買えますよみたいなってなんか私 <laughs> こんにちはそう「笑てフラジル」の MV はだからそうだよねわあれいちゃんと同い年そうだね れいちゃんもさ21歳ぐらいかと思ってたらさ年下だったいろさんちょっとのきに来ました一応初見ですありがとう初めましていろさんありがとうございますそう出荷せんべいいいや食べようとかのレベルじゃないんよ食べようとかじゃなくて完全に敵だと思われてたんであれはこんにちは そうでも、ね、多分あれ、ね、逃げんのがよくない怖いとか言って逃げんのがよくないからえ本当とってとタックルしてくるからみんな気をつけてでなんかスカートの、まあ、食べられたから色が変わってしまってちょっと気まずいという、まあ体操 体操着、なんかジャージみたいな下に入ってたからよかったんだけどねスカート香水つけてたのかな香水はつけてなかった気がするけどなえ本当に最悪な瞬間がありますからねいやだから多分私がぶつかったのがあるのぶつかって怒ったんだよね みんな21歳の私の中でみんなは21歳な馬はなんかそ,うそれこそあそうだ馬だとそうなんか中2で鹿にやられて中3で馬なんだけど中三でそのオーストラリア行った時になんか馬がねいたのよなんかホームステイみたいな感じだったからファームステイかだからもう 面積東京ドーム何個分ですみたいな家でも動物いっぱいいますみたいな感じの家のとこにいてそれで馬が結構いたのよで馬の世話をするのはもういろんなね私の係りだったから毎日のやばいですよつばかけられまくりですよつばというかもうなんかくしゃみみたいなそうくしゃみかけられちゃった 制服着てなかったから、ね、よかったんだけどこんにちはニコちゃんの配信見れて元気でてありがとうユミありがとうニコちゃん美味しそうやばいよねポニーっていうかねがが,が,がガチ、ま、馬と馬としかダメだよ馬としかダメだよ言ったらこんにちは黒 クロさんこんにちはスワローテイルさんダメですよ馬としかバカとか言ったらそうだから,だからみんな大人っぽいから JT さんはじめましてありがとういや私よりもだいぶ豪快なくしゃみだった なんか私くしゃみさくしゃみシーンきり切り抜かれてんかさ豪快な豪快な藤沢莉子っていう名前で YouTube に載ってたんですけど私のくしゃみシーンがでなんか藤沢莉子で調べたら莉子ちゃんのくしゃみ莉子ちゃんのくしゃみシーン見て莉子ちゃん好きになったみたいな「え <laughs> みたいなくしゃみで。 くしゃみで好きになってくれたんだと思う,もうありがとうございますっていう感じなんですけどふしさんフォローありがとうございますそうくしゃみ新規みんなが私がくしゃみしたら一番みんな盛り上がるじゃん私が話してるよりもコメント多くなるじゃん急にだからついには YouTube にくしゃみシーンが載ってそれを見た方がなんと好きになってくれましたありがとうございますそれの、G、ワードね 初見ですありがとう。JT さんありがとう。お話聞いれるごめんね。なんか変な話。見たしかも、豪快な。しかもなんか私、昨日乗っかってたらしくて、私、昨日の配信のくしゃみかなと思ったら、ちょっと前の配信のくしゃみがのって言ったの。しかもなか、なんか、かわあ豪快だった今のー、みたいな。 なんかうわあ申し訳ないわーみたいなこと言ってて本当にもうあ本当にいろいろともそっと問題のあるシーンだったんですけどあ待ってメイもメイするメイするっつってお話し帰ったらくしゃみ聞けますかいや,いや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 お話し帰ったらくしゃみしないんですよショールームするとあのくしゃみが出るんですよくしゃみ新規がくしゃみ新規そう くしゃみ新規ですとか言ってほしいだったら <laughs> だったらねそ,うそのうちおげいもなりそうだよね流行語大賞ねろおげいそうなのよそうそうそう,そうお誕生日だそファンの方のお誕生日と この子が一人で映像に映った時と私がくしゃみした時が一番盛り上がるの,こ,のここの配信そうそうほぼほぼ私じゃないっていうい今見ましたありがとうそうなんかね藤沢理子で喋るとね出てきたんだよそうそうそうファ,ンがファンの方が増えてくれたら嬉しいんだけどね嬉しいんだけど何とくしゃみで好きになってくれるという新しいタイプ 山のホールでくしゃみはしません。さすがにライブ中に。マイクでしましょうかじゃあ、くゃ超コガライオンのさ、セリフんとこでさ、くしゃみしてたらちょっとおもろくない危ない。くしゃみ出るとこだった。<laughs> 危ないよ。くしゃみ出るとこだった。 えでも私は信じてますよあの,次私の誕生日の時に一番誕生日コメントが増えることを私は信じてます。あのこれで私の誕生日コメントよりもこの子とか誕生日配信でくしゃみしてそっちが盛り上がったら泣いちゃいますかね普通に。まあ泣きはしないですけど。

泣いてないよありがとう泣いてないよ全然泣いてないよ <laughs> ゆうテンありがとう待ってスクショタイムしないともうちょっと待ってね昨日の配信シャークごめあ昨日多かったっけ昨日多かったっけうん誕生日はあのお祝い 待ってますねね誕生日は、ね、何しようスクシュタイムしますあのもうすぐ1時間というか1時間になるので初訪問の方がいっぱいありがとうございます そう、リコファミ見てくれてありがとうね。みんなギャ,ギャルピー好きだよね。絶対ギャルピーやるもんね。はい、チーズ。はい、チーズ。そう、あと一ヶ月なんだ。誕生日。 はいチーズあ昨日学んだやつやろう昨日学んだこれルダハートって言うんでしょはいチーズあこの子もねあマラソン大会やんのマラソン大会いいね寒いけど頑張ってねはいチーズイエーイ この子単体でもいいよはいチーズ <laughs> はいオッケーオッケーもう少しタイムオッケーということでということでというか早いんですけどみんな好きなんでしょうシャーク好きなの知ってるよ 私もう映ったでしょイエーイイエーイちょっと待ってちょっと待っておお手持ちにしようこれで。 服顔合ってんのかなこれ近くない割とトアップじゃないそんなことないりこちゃんそこ変わってあら 玉度のいいねなんかさ違うの聞いてほしいなんかねお昼にね配信すると割とその電気部屋の電気をつけなくても太陽のさ光がさあるからさすごいあの綺麗なんですよ光が。シャーク香音大人生。 この子でも最近寝る時そんなにあの一緒にいない一緒にいない一緒にいないはちょっと最悪なんだけどいい角度すぎるありがとう今日昼なのに大人っぽく見えるああ私言ってたよねなんだっけあのー、なんだっけなんだっけ時間帯によって年齢が変わるって。 朝だとなんか3歳児ぐらいなんだけどこんにちはあサバーカンさんだ近くに座ってる気分になって嬉しい画ありがとう自然光いいよね自然光いいよね あのなんだっけ外で撮ってる写真とかもさやっぱさ太陽があるとさめっちゃ綺麗なんだよそれライトつけてないのあの本当に部屋の電気もつけてないし何リングライトもつけてないの今自然光なのこことかたぶん光がちょっと入るこことか自然光でしょ そう、ここねここめっちゃ入るほらすごいあでもわかんない私の画面が暗いのかなまだくしゃみを見たことないから配信でくしゃみをしてくれるまで見続けますいや私結構でも太陽とか見ると出るんだけどこんにちは そうそうそう前髪がね朝は3歳昼は15歳夜は25歳そうだシャッコリこんにちはね黒似合うかな今はねたまたま黒着てるんだけど黒髪だから私がでもあれでしょこれでさ 髪とか染めたらさ、あ、黒髪より好きかもとか。みんななるんでしょこんにちは、ちょ待って。やばいやばい。ということで。あのランキングをお読みしたいと思います。もうすぐ一時間。経ってしまうので。ランキングをお読みしますね。急に休死んだけど、配信、ああ、頑張ってね。あ、ちょっと待って、なんか、なんか。 ごめんごいきます13位、先生さんありがとうございます。12位、丸じいさんありがとうございます。11位、ゆるてんありがとうございます。10位、アマゾンありがとうございます。9位、G2 ーさんありがとうございます。8位、ゆうたくんありがとうございます。7位、ゆきひらさんありがとうございます。 六位高橋聖太さん。ありがとうございます。五位たっちゃん、あ、うん、変わったよ。六位。変わっちゃったよ。待って。六位たっちゃん。たっちゃん。ありがとうございます。五位ゆうたくん。ありがとうございます。四位羽高さん。ありがとうございます。三位ゆうやさん。ありがとうございます。二位れん さん、ありがとうございます。一位指導さん、ありがとうございます。今変わっちゃったよ。ごめんね。ありがとうございます。こ,この画角でスクショったが、多分ライト綺麗だったよね。はい、チーズ。 イエーイイエーイイエーイありがとうございますそれでは皆さん午後も頑張りましょうね頑張りましょうねありがとうございます では、皆急にあの配信しちゃって急にほんといつも急になんだけど頑張ってね学校の人もあのお仕事の人も今終わったよって方は休んでありがとうバイバイあいのちさんありがとうバイバイ